武蔵さんは午前からお掃除かい？ジャッジ、堺学長、以上。電車重視の日陰射撃か。術式も同様のを用いているな。屋根上一直線ならそれで十分だが、企業区画だね。近接攻撃系の出番かな。今だよ。ここで来るのは君だと思ったわ。スタイル忍者フォース天蔵参る。行くでござるよ、ウッキー殿。うん、小細工だわ。腰のも使わないの？神刀奏者は審問官として殴るにあたわず、故に拙僧私的に打撃を差し上げる。無理だわそれ。ノリだろ。ノリキが本命。分かっているなら言わなくていい。残念、無念でござる。あとはお頼み申す、浅間殿。担当する戦士団の先行援護の任務が提案されています。こっちは対空装備だぞ。こちらで追加兵装を用意します。では A1 と A2 が突撃援護に、 A3 はそのまま情報収集と援護です。まず一石。どうしたサラゴさん、高度が落ちているぞ。本部、地表より砲撃を受けた。どうかも砲撃したのは自動人形、三河本田家のカズノです。剣を侵入。盾を視線に追加盾。作り直します。急げ、もう時間がないぞ。分かっている。残り3分提督か。止めるぜ、学級崩壊。もっと速度は上がるか。上がりますとも。娘、スタンの隊だ。スタンの隊だをトンボ切りに移し込むことで力を無効化したのか。
実力の差は歴然。ならばトンボ切りを足場にするか、いい判断だ。だがそんなよくある方法が今の時代に通じるか。娘トンボ切り、空中を足場にしたのか。やらねばならない。たとえ加速に耐えられずこの身が滅しようとも。1万7000倍加速。左足加速。盗み割れトンボ切り。何？事象を切り取るトンボ切りの上位駆動だ。我にとっての北側を割断した。むちゃくちゃなトンボ切り。けっ、囲みます。